し歩こう肩を抱き消えゆく夢を数え枯れてく仲間を見た通い慣れた道に迷い込むこの頃瀬戸君は僕を倒すために日本最大のアミューズメントパーク海馬ランドを完成させた。そしてそこを訪れた僕たちが見たものは、捕らえられたじいちゃんを救うため、僕たちは海馬君が用意した魔のゲームデスティンに挑戦する。だけど行くぞ、デスティ5最終ステージ。全ての復讐はそこで完結する。今決着の時、奇跡の友情。モパ、この手を掴め。ユギ、なぜだ、なぜ僕を。モクバ、俺がゲームに勝てたのは手を差し伸べてくれる仲間がいたからなんだ。仲間。僕はくだらない兄弟の情けなど捨てぬ限り、貴様は永遠に負け犬だ。くそー。兄様は変わってしまったんだ。いつの間にかまるでゲームの悪魔に取り憑かれたみたいに。お前なら兄様を。カイバ、お前のためにみんなが傷ついていく。最終ステージにようこそ、ユウク。お前だけは許せない。頑張って、ユウギ。最後の戦いが。おじいちゃん、女くん。じいさん。ジョロジ、ここは。じいさん、おじいさん、しっかりするんだ。今助けてやるからな。お前は。お前がここに。改めて挨拶しようやないか。海馬四天王の一人、不破隆一。同じく四天王のクイーン、アイリーン・ヤン。バトルスーツオン。何。どういうつもりだ。じいさんと友達を助けたかったらゲームに貸すこっちゃ。ルールは簡単、格闘ゲームや。俺がアイリーンを操り、その女がお前を操る。操る。行くで、アイリーン。
気ぃつけや、ライフポイントがなくなった方が負けやぞ。ちょっと待て、なんだって俺らが戦わなくちゃならねえんだ。ユーニーが勝てばじいさんを返してくれるんじゃねえのか。アホか、カイバ様が負けるわけないやろ。それに俺たち勝てゲームを楽しみたい。行け、アイリン。もはや俺たちに言葉は意味を持たない。俺たちに代わって運命を決めるのはカードのみ。俺のがじいちゃんの魂のカードだ。ゲーム前に互いのカードをカット&シャッフル。ここまで這い上がってきたことには素直に敬意を払うよ、ユーギ。だがここがお前の墓場になるだろう。俺のデッキには最強を誇るブルーアイズホワイトドラゴンが3枚入っている。それに勝るカードはこの世には存在しないのだ。俺はじいちゃんのカードを信じて必ず勝つ。デュエル。砦を守る翼竜カード、攻撃。受けて立とう。俺のカードはサイクロプス。火球のつぶて。その調子よ、遊戯。今のでカイバ君のライフポイントは200削られる。痛くも痒くもないね。遊戯に敬意を表し、最初のターンだけ花を持たせてやったのさ。次は俺がカードを引く番だ。まさか。邪悪なるワームビースト、すかさずバトル。受けて立つぜ。ワームビースト、攻撃。翼竜がワームビーストを撃破。攻撃力ポイントが同じだったから俺のライフポイントが減ることはない。まあよしとしよう。その調子や、アイリン。何やってんだ。このバトルスーツはめちゃくちゃ重くて自分じゃ動けねえ。お前の操縦が頼りなんだぞ。そんなこと言われても。カイバ君のターンは終了したが、場にモンスターのカードがない。この場合、手札の中から壁となるカードを出さなければならない。遊戯のターンだ。カイバの出した壁となってるカードにむやみに攻撃しても危険だ。ここは俺も守備状態にしておく。ターン終了。なるほど。俺がブルーアイズホワイトドラゴンを出す前に場に壁を増やしておくつもりか。しかしそれは無意味だな。ブルーアイズホワイトドラゴンを出さなくともお前を倒すことはできるさ。壁モンスターを攻撃表示にする。闇道化師の詐欺だが、こいつの今の攻撃では翼竜には勝てない。魔法カード、闇エネルギーで攻撃力を3倍にする。翼竜を攻撃、ダークグライド。どうだ、闇道化師詐欺に闇属性魔法エネルギーを加えたコンボ攻撃の破壊力は。確かにこのゲームは単に強力カードを入れておけば勝てるというものではない。モンスターカードと魔法カードのコンビネーションこそ勝利の鍵となるんだ。カイバ、やはりこのゲームを知り尽くしている。どうした？戦いはこれからだぜ。遊戯、頑張って。あなたのカードはおじいさんの魂がこもっているのよ。きっと勝てる。そうだ、きっとこの中にカイバに勝つ秘策が隠されているはずだ。こんなカードじゃ闇道化師は倒せない。他のモンスターを守備表示にして持ちこたえるしかない。ならば端から順番に蹴散らしてやるまでだ。ダークグライド。ダメだ、魔法でパワーアップした闇道化師を迎え撃つカードがない。さすがカイバ様だぜ、
遊戯ってガキだな、防戦一方じゃないか。これじゃ戦いにならないよな。遊戯おお、少しは要領を覚えたようやな。何よこれくらい、格闘ゲームなら私だってゲームセンターでやったことあるんだから。見てなさい、究極の手よ。おお、力がみなぎってきたぞやるじゃない。うここはやるときにはやるのさ。やったー。なんで城之内くんのライフポイントの方が減ってる。愚かな。必殺技を使えばエネルギーを消耗する。まず相手を疲れさせてから使うのが定石。こんな風にな。必殺疾風爆裂拳。体が思ったように動かない。エネルギーが、うわー、ジョノウチ、俺は信じてるぜ。お前はそんな奴らにやられちまう玉じゃねえってな。くそ。勇気、お前には少々がっかりさせられたよ。この勝負、ブルーアイズホワイトドラゴンを出すまでもなさそうだ。じいちゃんは俺を信じてこのカードを俺に託したんだ。ユーギ、お前ならカイバに勝てる。聞こえる、じいちゃんの熱い鼓動が。ホロカ、俺のカードを信じるぜ。暗黒騎士ガイアのカード。暗黒騎士ガイア、魔導騎士族の中で最強を誇るカードだ。攻撃、スパイラルシェイバー。これでポイントはまた互角。戦いはこれからよ、遊戯。ほう、まだ切り札を持っていたか。勝負はわからないぜ、最後までな。うぬぼれるな、結末は決まっているんだ。ブルーアイズホワイトドラゴンを引いた。とうとう出たか、遊戯。せっかく切り札を引いたのに残念だったな。ブルーアイズホワイトドラゴンの攻撃、滅びのバーストストリーム。遊戯、俺のデッキの中にはさらにブルーアイズホワイトドラゴンが2枚残っている。お前はもう終わりだ。遊戯よ、これが俺の力。手段を選ばずに切り札を手に入れた俺の執念の力だ。お前は仲間との結束の力を信じているらしいが、そんなものは何の役にも立たん。全ての情けを捨てた巨大な執念の前ではな。兄様、違うよ。僕に情けを教えてくれたのは兄様じゃないか。でも兄様は変わってしまった。僕は兄様と二人で笑いながらチェスをしていた、あの頃が一番幸せだったよ。攻撃、破壊、大喝采。さあ次のモンスターを場に出せ。いずれ貴様のカードは底をつき、負けることになるだろうがな。攻撃力の弱いカードしかない。守備表示。攻撃をすると思うか。しないね。そんなクソ弱いモンスターを蹴散らすより、ここはもう一枚カードを引いて場に攻撃モンスターを増やしておこう。やはりそうきたか。これ以上攻撃モンスターを増やされたら次のターンで確実に負ける。よくよく俺は勝利の女神に好かれている。俺の引いたカードはまたしてもブルーアイズホワイトドラゴン。次のターンでこの2体が同時に攻撃を仕掛ける。絶体絶命だな、遊戯。遊戯、
諦めないで。あなたは一人で戦っているんじゃない。そうだ、俺は諦めない。魔法カード、光の悟空拳を引いた。何？これで2ターンだけだが、ブルーアイズホワイトドラゴンの攻撃を免れることができるぜ。根性！しっかりしろ、おじいさん。クソ、城のうち。だが、これでお前の悪運も終わりだ。ブルーアイズホワイトドラゴンが封じ込まれるのは、たったの2ターン。2ターンで何ができるというのかな？このモンスターは守備表示にしよう。貴様の息の根は、ブルーアイズホワイトドラゴンが止める。さあ、遊戯、地獄へのカウントダウンだ。カードを引け。俺の手札は4枚。その中で、バトルに使えるのは1枚のみ。あとの3枚は、意味すらわからないカード。やはり俺の負けか。ごめん、じいちゃん。期待には応えられそうにないよ。わしは信じておる。お前ならあの少年に勝てる。そしてこのカードには結束の力が。じいちゃん！じいちゃんは何を言おうとしたんだ。カードにも結束力が。どうした、遊戯？早くカードを引け。まさかこのデッキの中に。昔じいちゃんに聞いたことがある。デュエルモンスターズのカードは通常1枚に1体モンスターがいる。しかしこの世にはたった1体、5枚のカードが揃って初めて召喚できるモンスターが存在すると。じゃがの遊戯、未だ全てその5枚のカードを揃えた者はおらんのじゃよ。つまりその幻の召喚神エクゾディアを見た者はおらんということじゃな。もしじいちゃんがその5枚のカードをこのデッキに入れたとしたら。そうか、封印された体のパーツを集めるんだ。遊戯、どうした？命乞いの時間稼ぎか。早くカードを引け。封印されし者の右腕、これで4枚揃った。これで光の悟空拳の封印が解かれた。そして俺の引いたカードは3枚目のブルーアイズホワイトドラゴン。次のターンで3体のブルーアイズホワイトドラゴンが総攻撃を仕掛けるぜ。さあ、最後のカードを引け、遊戯。ダメだ。俺が集めた4枚のカードがエクゾディアのものだとしても、このラストターンで5枚目のカードを引き当てる確率はあまりにも低すぎる。遊戯、忘れないで、あなたは一人じゃないのよ。このカードを引けば全てが終わる。たとえ結果がどうなろうと。遠ざかっていく。カードが遠ざかってるんじゃない。俺はカードから逃げようとしてるんだ。俺はカードを引くことに怯えているんだ。ダメだ、レベルが違いすぎる。頑張って、城之内くん。とどめや。うわ、クソもねえ。ライフポイントゼロ、勝ったわ。お前の体力は残っていない。なぜ立ち上がってこれるの？思い出したぜ、俺は一人で戦っているんじゃねえ。俺は俺の背中に仲間の心を背負っているんだ。何やって、ライフポイントが回復していく。みんな、ありがとう。俺はもう何も恐れない。勇気の顔つきが変わった。なぜだ。カイバ、俺は希望を手にしたんだ。俺の引いたカードは封印されしエクゾディア。エクゾディア、あのカードは実際に存在するのか。とどめ、必殺旋風脚3連発。トゥアリア。
か、俺たちの強さを。いでよエクゾディア。ブルーアイズホワイトドラゴンか。カイはカードと心を一つにすれば奇跡は起こる。お前の負けだ。そして負けた者への罰ゲーム、償いの瞬間だぜ。マインドクラッシュ。うわあ、お前の悪の心は砕け散った。兄様、兄様、木馬。カイは今闇の中で自分の心のかけらを拾い集めている。優しい心が少しでも残っているなら戻ってくるさ、きっと。勇気、みんな、まさかあそこでエクゾディアとは。見事だったよ、遊戯くん。なんか、誰かが僕の中から出ようとして。遊戯、さすが貴様には千年パズルを所有する資格がある。が、次の相手は俺だ。ああ、それにしても今日はハードな一日だったぜ。まったくじゃ、もうあんな目に遭うのはこりごりじゃわい。どうか。かっこよかったよ、遊戯。うん、どっちの遊戯も。ユギ、お前さ、何超マーチくん。なんでもねえよ。待ってよ。超マーチくんが僕に何を言おうとしたのか僕にはすぐ分かった。だって今日みんなと一緒に戦った記憶は僕の中で少しも薄らぐことはないんだから。探し求めた千年パズル、ついに手に入れるチャンスが訪れた。俺の持つ千年リングは形あるものに心を封じ込めることができるのだ。この力でお前と仲間たちをゲーム世界の永遠の住人にしてやる。究極のロールプレイング、モンスターワールド、ついにスタート。次回、新たなる展開、襲う美少年。闇の力、必ず手に入れてみせる。